本大学に現役で通っているピムちゃんに来てもらっています。ピムちゃんも YouTube をやっています。タイ語を日本人に教えたり Vlog とかも撮っているので、そちらもぜひご覧ください。ぜひご覧くださいね。こうイラストとかも入っててすごい可愛いチャンネルなので、レーナが出た時のイラストもすごい可愛かったよね。可愛かった、ありがとうございます。イラストだけもらっちゃったあれめっちゃ喜んでたもんねはい、じゃあ今日はピムちゃんにチュラロンコン大学の中を案内してもらいます。キャンパスツアーです。イエーイ。早速行きましょう。行きましょう。こっちはインスタ映えするスポットです。大学内にインスタ映えするちょっと初めてのツアーの建物ですね。インスタ映えスポット、ね、すごい皆さん写真撮ってる。綺麗な場所なんだ見たいよねいいですか、やろうよ面白そう。記念にもなるし見たい人いっぱいいると思う。確かに恥ずかしいです。レイナチャンネルプロデュース。そうそうそう。すごい、あ、そうなんだ。全然知らなかった。食べたことない。食べたことないですか？ない、有名ですよ。楽しい。3人分で90バーツ。じゃあ1つ30バーツなんだ。そう。安っ。ピンクの飲み物甘そう。いくらだったの？14バーツ。安い。安すぎる。あ、美味しい。美味しいですか？美味しい。よかった。どんな感じ？かき氷のいちご味。あ、そうなんだ。いちごじゃない。違うの？はい、サラというタイの果物。あ、そうなんだ。じゃあ、いただきます。習ってうん、うん、よかったです。美味しい。うん、うまっ。これめっちゃ美味しいわすごくね、これ30バーツ。そう、衝撃なんだけど。大学ってすごいよね。ね。その教育学部にも学食はあるの？あ、あります、あります。あ、そうなんだ。それぞれあるんだ。違うの、美味しい。こっちの方が美味しいとかある。こっちの方が美味しい。文学部の方が美味しい。おすすめだそう。チュラロンコンに来たらここがおすすめだそうです。食べきった。ペロリです。アイラブチュラロンコンがあるよ。行きます。はい、チーズ。おお。おお、怖い。すごいね。あ、これチュラロンコン大学なんだね。通りか。おお、さすがや。QR コード。アベルイの木、百の物語。すごい。チュラ大、百年の歴史で今チュラ大。一番最初にできた建物。
まだね、まだまだ残ってる。綺麗だね。高いの。高そうだよね。高いです。日本も振り袖高いもん。めちゃくちゃ高い。あ、買ったら、あ、そう、買ったらそのぐらいで、レンタルだと5万円とか。じゃあレイナの大学の時の卒業式の写真を載せよう、ポンって編集で。恥ずかしいなんでそんな。あ、違うかな。私の覚悟はここです。ここだよ。教育学部。すごい。ミニシアターみたいな。かわいい。あ、これがチュラロンコのシンボルなんだ。なんか見たことある気がする。プラキアオ。プラキアオ。ここです。そう、ピムちゃんの制服姿見てからこれで分かるようになった、うんうんうん、チュラロンコの学生だって。綺麗だね。すごい。楽しい。ここ？ここです。おー、広いね。ね。ロイクラトンの時は人がいっぱい来るの。そうです、そうです。ここに流してるんだ。流したことある？ピムちゃんも。うん、ことあります。教育学部の美味しいかき氷があるって、食べに行きましょう。ご飯より有名なんです。そうです。ご飯は美味しくない。ご飯は文学部で食べて、あとはスイーツは教育学部です。大学はマッサージサークルがあるらしい。嘘？あります。サークルを取ったマッサージがある。すごい。かき氷。かき氷。あ、なかったんだ。まあでもチュラロンコに来た時はここおすすめってことで。え、これ30バーツなの本当に。30バーツ。やば。安っ。スイカにしようかな。スイカ。スイカ25バーツ。安っ。ヨーグルトも美味しいです。あ、これヨーグルトもあるんだ。じゃあこれにします。書くの早いね。早い。私の10倍ぐらいの速度で書いてる。これがいちごヨーグルト。美味しい。すごいよね、この安さでこの美味しさ、うん、うま。パッションフルーツも美味しかった。美味しいよね。美味しい。これ32で100円で。100円。学校に入りたい。入ってください。勉強しようか一緒に。試験受けないと。では絵のご紹介です。大きいね。大きい。センタルライブリー。あ、じゃあこれが中央図書館。中央図書館。あれも食用なんで。嘘。何個ぐらいあるか知ってる？ 10ぐらいかな。やばい。これ、いや、本当にデパートだよ。すげえ。すごい。おしゃれだね。これも寮なの？あれ、コンドミニアムじゃないんだ。めちゃくちゃ綺麗じゃない？
大学構内を回ってきました。広いね。ね、暑い、ね、暑かったね。暑かったですね。食堂に行ったり、あとミュージアムとかも見れて楽しかったです。楽しかったですね。よかったです。ありがとうございます。また来てね。行くわ。じゃあこの後はあの大学の近くに美味しいお店がたくさんあるので、ちょっとそこにご飯を食べに行こうと思います。でその様子はピムちゃんの方のチャンネルに動画が上がりますので、ピムとタイ語のチャンネルをぜひご覧ください。ぜひご覧ください。じゃあ締めをやります。この間教えてもらったから。そう、ワニディザイティダイコレガピムちゃんかやるんごったいごサブスクライブドゥアイナカベッディンワイカランナカ順番がタミーカムタンごコメンカウマダイナカ OK ですか。完璧です。合格もらった。満点。優しい。じゃあ行きます。甘えるな。勉強します。頑張ってください。バイバーイ。